三戸青医療高等学校とは、茨城県三戸市、千波町にある私立高等学校。1996年4月1日に、三戸短期大学附属三戸高等学校から、現在の学校名に変更した。三戸短期大学の併設校であり、近隣の私立三戸栄博士中学校と、連携型中高一貫教育を行っている。国私立の茨薬学科に入学するために、 カリキュラムが組まれているコース、生きることとすべての生命を価値あるものとして尊び、慈しみ、大切にする生命への意見を持ち、国際社会に意欲的に貢献しようとする人材を育成することを目標としている。南韓国公立大学合格という目標があり、それに準じたカリキュラムが組まれている。クラス編成は成績を考慮した。 修熟度別クラスをベースとし、文系、理系で分ける場合もある。現在は特進 I コースと呼ばれている。特別活動を通して幅広い活動ができる人間を育てていくコース。2013年の受け入れからは、進学 V コースという新たなコースが開設されたため、2015年3月に卒業生の排出を最後に特進2コースは廃止。 2009年3月、最後の在校生が卒業し廃止された。ビジョン、バラエティ、ビクトリーの3つの部位をコンセプトに2013年から開設されたコース。2016年3月に第1期卒業生を廃止予定。2008年度より試験的に公開を開始した。1日目は校内のみで公開をし、2日目は一般公開している。 一年生は年2回、二年生は年1回の学習合宿があり、日々の生活を指導することを目標としている。1コマ90分で大学入試の試験時間に近い状態で行う。毎年秋に行われる全校生徒参加のいわゆる体育祭。これを通じてクラスの団結力を高めることが目的である。種目はキックベースボールやバレーボールなど。 2018年現在では、オーストリア。チェコ成田空港から、ヘルシンキ空港に10時間かけて向かい経由し、同空港から、ウィーン空港に向かう。2日滞在する。ローマでは、トレビの泉、パンテオン神殿、凱旋門、コロッセオ、バチカン四国などを観光する。現地ではガイドがつく。フランスでは、凱旋門やエッフェル塔はもちろん、モンサさん、 ミッシェルなども観光する。私学振興業務本県の私立学校の特色の、うち、中高一貫教育には、連携型中高一貫校三戸栄博市中、三戸広明高、水戸青医療校と表示されている。三戸青医療高校の受験情報の定員及び三戸青医療高校の受験情報の定員に記載されている。三戸青医療高等学校の合格実績、ありがとうございます。